今日のしこちらの方です N スタでもたびたびご紹介しています女子高校生レーサーの野田ジュジュさんです新たな挑戦を取材しましたレーサーなんですがゆっくり安全運転という新たな挑戦です三輪車よりも早く三歳からカートに乗り始めた女の子私の夢はお父さんよりもすごくて有名なフランレーサーになることです 18歳になったばかりのプロレーサー、野田樹樹さんです最高峰の F1 の2つ下のカテゴリーで去年、女性初の年間チャンピオンに今週行われたモータースポーツのイベントでは期待の若手に贈られるスター・オブ・トゥモローを受賞。 そんなジュジュさんなさを支えているのは家族です父・秀樹さんは元 F1 レーサー、同じ道を歩む娘をサポートするため家族でヨーロッパに移住したのですここここがかガレージです。 結構ガレージ。お家は、はい？家はあそこにあるキャンピングカーが私たちの家です。ヨーロッパ各地で開催されるレース、キャンピングカーは自宅兼遠征の移動手段となっています。お父さんですよ。大変なのは。<laughs> 一番遠い移動ってどのぐらいのどのぐらいまで行った？2500キロぐらいですかね。4万キロぐらいかったかな。 レースにも異色の体制で挑戦対戦相手のチームには10人前後のメカニックやスタッフが帯同していますがジュジュさんのチームは父・秀樹さんが監督を務めメカニックは2人だけ母・雅恵さんもスタッフとして働くファミリーチームです。 走ると、いろいろこう、ピックアップっていゴミがつくんですよ、それで溶かして、ゴムを1枚こう、皮をむくって作業タイヤ、ワンセットを4本で、何十万ししましたよ。自分自身、レース楽しんで、で、結果残してるっていう姿を見せるのが、やっぱ一番の恩返しなのかなって。 去年年間チャンピオンを決めたときにはレースをサポートする両親も今年からは F1 への登竜門、日本最高峰のスーパーフォーミュラに参戦。夢へ一歩ずつ近づくジュジュさんですが 今意外な壁にぶつかっています三十キロ以上は出してはいけない追い越し禁止だったりとか <laughs> ジュジュさんの身に何が起きているのでしょうかプロレーサー野田ジュジュさん十八歳について見ていきますあのレースのカテゴリーというのがあるんですけどこれまではこの F3 に該当するカテゴリーに賛成していたんですが次からはこの F2 に該当します スーパーフォーミュラに参戦をしていく。今度の3月からですね。そういう形になっているというわけです。このスーパーフォーミュラというのは、非常にレベルの高い舞台ということも言えるんですね。まさに f1 への登竜門です。国内最高峰と言ってもいいと思います。スーパーフォーミュラです。片山右京さんです。とか、ミハイルシューマッハさんとかもうこういうもうそう。そうたるレーザーがここに参戦してきたという実績がある舞台です。国内外からトップドライバーが集まるので、どこまでできるのか楽しみ。一気にこう書レベルというのが上がるので、そこに挑戦がこれからいよいよ。 どうしても男性基準になっているモータースポーツ界を変える存在といわれていて、うん、で今、熊崎さんからもありましたけどスーパーフォーミュラになるとどうもマシーンも変わるそうなんですね今でサーキット上も違う場所になるということ、うん、そうすると彼女にとっては伸びしろしかない、うん、今までと全然違う環境になるというああもう1段も2段もいける伸びしろになるんですね、うん、怖いとか難しいじゃなくて、うん、多分彼女にとっては伸びしろになるんじゃないですか、ね、すごいですね。うん スピードも上がるしパワーも上がるしもう一気にレベルが上がる中でどういうレースを見せてくれるのかというところも注目なんですが今、シーズン中以上に気合を入れて頑張っているということなんですけど山内さん、何頑張ってるか分かりますさっき安全運転って言ってたじゃないですか、はい、30キロ以上出しちゃいけない。 <laughs> 当てにんで正面から聞いていくね。うもうそういうテレビ的なこととかじゃない。これは本当に大変ということでないない競技ライセンス取得には必須ですからスーパーフォーミュラーに参戦するためにはこの普通自動車免許を取得して行かないとダメなんですよ。えすみませんじゃあこれ教習所で落ちてしまったら出られないこと、ね、そうです。三月からあのスーパーフォーミュラ始まっていくので <laughs> そこまでに。 取っていかないといけないというところなんですが、日本とヨーロッパを往復する合間、非常に多忙です。岡山県内の教習所へ通って、そして誕生日が今日18歳になって。18歳。 からそれこそ免許取れるのでうん、うん、さあここから一気に頑張っていこうというところで免許を取らなきゃ始まらないのですがレーシングカーと乗り方が全然違うんですという彼女だからこその悩みが非常にあるということなんですね共感もプレッシャーでしょうねこの世界の宝をだ <laughs> と思いますよレースだと最高速度260キロぐらいで速度が遅いピット付近でも時速 六十キロ、これでも六十キロあるんですね。教習所だと時速三十キロ以下でという指導を受けます。ただ、発進時とかカーブを曲がった時、お父さん。まあ、レースの指導では、もっとアクセル踏んで、怖がらずに加速しなさい。という指導をこれまで受けてきましたので、その癖が当然ついてます。それを、ちょっとま出さないようにしても、出ちゃい。 瞬間がある教官にいきなりアクセルを踏みすぎて <laughs> こういう指導を受けるということなんですよね、他にももう本当にたくさん課題というのがやっぱり教習所ならではというところがあるそうで<ー>ウィンカーの点とこれレーシングカーにはありませんので、ね、勝手に追い越すわけですね。そそうですそう あとまあ普通、追い越し禁止ですけどまあレースですから、当然追い越してなんぼというところもあるじゃないですかここも全く違いますよと車間距離取ってくださいってまあ普通に運転するときは言われますけれども車間距離をまあレースのときは詰めることによって空気抵抗を少なくしなければいけないともうやることがですねレースの世界とはもう正反対なのでこの世界がこう非常に難しいということです先ほど教官の方の話もありましたがレーサーに教えるなんて僕の方が緊張するって言いました。 覚えるのは早い、まあ、当然、そうかもしれませんが乗り慣れてるというところはありますので覚えるのは早いということもおっしゃってましたただ、落ちたらスーパーフォーミラーに出られない今の目標はゆっくり安全運転とにかく今月中に普通自動車免許を取得する。ここにに向けて今はとにかく 頑張り続けていいいるととうことでしたよ面白い、ね、路上を走るわけじゃないスーパーフォーミュラなのに免許が必要というのも初めて知りました確かに、うん、これを初めて知るということはこの年齢でそこに果敢に挑戦していった方がいなかったからいいこれはニュースにならないということですよね。 いやでも一度、この安全運転に慣れてしまってもまた踏み込めるようになるのかっていうのも気になりますしね。踏み込まないとお父さんに怒られるかもしれないんので踏み込めというところもあるかもしれませんけれどもれ、ね、その他かに今年齢としては18歳になったというところ春から女子大生連載大学にも進学するということで日本食をたくさん食べたい会えなかった友達と旅行に行きたいおしゃれをして大学生活楽しみたいこういうことも楽しみにしているということでした。 あの彼女は公式インスタグラムと X でも情報を発信していて、うん、ぜひ視聴者の皆さんチェックしていただきたいですけどオリジナルグッズなども、ね、定期的に販売してるんですよじゃあそれで私たちもジュジュさんを支えることができるわけですね。すねまさにししじゃないですか,か推し勝つだ